はい、半間岩尾先生です。ですね、固定資産税をね、自分の家、の固定資産税を、10分の1から20分の1にしてね、するにはね、する方法があるんですね。10分の1から20分の1。私も賃貸でね持ってまして、自分のね財産として持ってまして、固定資産税が20分の1なんですね。通常のね固定資産税のね財産持ってるんだけど、たった20、賃貸だと20分の1なんですよ。それで大変助かってるんですけども、すごいでしょ。本当だったらもう大変な金額になるわけですね。豪邸なんか持ってるとね、大変な年金以上取られちゃうわけですよ。2、300万取られちゃうですよね、豪邸なんか持ってると。ちょっと立派だとね、で現在ね、例えば1兆円のね豪邸を持ってると。1兆円の豪邸ね、これに住むのに固定資産税大変な額でしょ。1兆円もの豪邸を持ってると、ね、これをね10分の1から20分の1にする方法があるんです。自分の豪邸1兆円もするね、1兆円って言ったらどんぐらい払うんだろうな。年間10億円、1億円以上払わないといけないですね、固定資産税ね。どんなに安くしても1億円以上払わないといけないですよ。1兆円もの豪邸持ってたらね。で10兆円とかね、どのぐらいかかるか、1兆円ぐらい、1兆円ぐらいかかるでしょうね。あ、じゃあ1億円ぐらいかかるですね。1兆円の豪邸持ってたんですよね。で、これを10分の1から20分の1にする方法があるんです。ね。で、これをちょっとお教えいたします。これはね、1対1だと、地方とか、国によってねダメですよって言われるんだけど、三角関係以上ね、億万長者同士、1兆円の豪邸を貸し合うんです。三角関係以上でね、1対1だと国によったりとか地方によってはね賃貸としてのね固定資産税として認めてくれない場合があるんですね。ですから三角関係以上でお互い貸し合うんです、安く自分の豪邸をね。でその貸し出したものを借りてね住み合うんです、三角関係以上で。そうしますと10分の1以上に固定資産税が安くなるんですね、賃貸というふうに扱われるんで。でそうやって豪邸は高い高い国の豪邸はね許してもらうと、固定資産税を10分の1から20分の1にね下げてもらう。で借りる資金はそんなに高くしないわけですね。これも収入として扱われるんで、安い価格でね、ね貸し合うわけですね。貸し合うって言ったらまずいけども、三角関係以上ねということだと、今のところ法律には何も文句も言わないし、違反でもないし、ね、固定資産税は10分の1かになります。だから、そういう三角関係以上の仲間、豪邸持ってる人同士でね、貸し合うと豪邸を、自分の豪邸をね、そういうようなことは、ね、いい豪邸をね、過ごし合うということは非常に大事なんですね。で借りて住むわけですね、豪邸にね、ということですね。
たった10分の1以下です。また大きいは20分の1になりますから。賃貸扱いですからね。賃貸で借りて住んでるわけですから。ね。ただ、1対1じゃダメなんですよ。だから、地方によってはね、これは、1対1は、これはもう、丸見えっていう感じでしょ。だから、国は許してくれませんけど、そういうところはありますけど、三角関係以上だと大丈夫ですので、だから、1兆円ずつのものをね、まあ、いい賃貸を作ってね、そういうような、気持ちが通じるようなね、ところをね、で、借りて、貸してとかね、やりますと、どんな豪邸でも10分の1です、固定資産税がね。だからもう、全然違いますよね。ということね、固定資産税の、正規の落とし方ですね。がありますよと。今のところはまだ大丈夫ですよということですね。まあそんなことで、半間陽先生がちょっと、お教えいたしました。どうもありがとうございました。